中国はもともと世界の四大文明の発祥地の一つとされ、特に黄河流域では早い時期から優れた文明が生まれていました。例えば四教にはすでに多くの地方で養蚕が行われていたとの記述があり、黄河中流域の行商文化や下流域の流産文化などそれぞれ特徴のある陶器が作られ、そして使われていました。初めて全国の統一を果たした始皇帝の陵墓の東側で発掘された数千体に及ぶほぼ実物大の兵馬俑も、それぞれ表情が異なった精巧な芸術作品だったと言われます。